ムンジェイン大統領。諸葛法相任命に国民に申し訳ない。がネットで話題。内容はこちら。ムンジェイン大統領が諸葛法相任命で国民に申し訳ないと発言したようです。では、記事の一部を引用しご紹介いたします。韓国のムンジェイン大統領は9日、青瓦台大統領府で側近の諸葛法務部長官ら6人の閣僚級に任命状を授与し、今回も6人について国会から人事聴聞経過報告書の送付を受けられず任命することになったとして、まず国民に申し訳ないとする談話を発表した。諸氏をめぐっては娘の進学に関する疑惑などが相次いで取り沙汰され、検察が強制捜査に乗り出す事態となり、保守系最大野党の自由韓国党などが指名辞退や指名撤回を強く求めていた。これだけ疑惑のある人物をよく法相に任命できますね。日本では到底考えられません。では次にネットユーザーの声の一部をご紹介いたします。まずはこちら。国民が反対してるのは知ってるけど、俺のために強行しましたって自白してるみたいなもんだな。わら、許されること前提で謝罪してるよな。申し訳ないけど任命するよと。わら、これで韓国国民が怒らなければおかしいですよね。次はこちら。もう誰も文を止められないのでは。これが文化大革命の幕開けであった。誤ってごまかして独裁へ。わら、完全にムンジェイン独裁の様相を醸しています。韓国国民はこれで納得しているのでしょうか。次はこちら。言葉がいつも空虚。わら、これほど心に響かない謝罪もなかなかないぞ。まず国民に申し訳ないとする談話。こんな談話普通ありますかい。最後はこちら。日本国民は応援してるよ。わらわらわら、日本国民の多くはムンジェイン応援団ですからね。これからも日本と韓国の関係を正常化するためにムンジェイン大統領の力を存分に発揮してください。結論。ムンジェイン大統領の国民に謝罪さえしとけばいいという浅はかな考え方自体は一国のトップとは思えない発言です。これで韓国国民が怒らないとすれば、一気にムンジェイン独裁へとまっしぐらでしょう。まあ日本としてはムンジェイン大統領にはまだまだ頑張っていただかないといけませんからね。この状況を静かに見守りましょう。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。